や、その V9 時代のそういう話もそうですけど、うん、まあ高田さん個人のプレイヤーとして言うと、うん、あれ最初ピッチャーかなんかだったじゃん。高校時代はね。高校時代。高校時代はね、一つやの街道尾崎。そう、それをまた俺聞きたかった。尾崎さんが一つにいたんでね、うん、まあ、ピッチャーもやりながらピッチャーで入ったんだけども、うんうん、それで、まあ、あの尾崎投手が一級上にすごいピッチャーいて、あの外野手も練習、外野だから尾崎さんが投げるときは外野だ。なるほど、ね。で尾崎さんが中退してね、あの頃中途大学出てね、うん、プロに入ったの、うん、2年生の夏終わってから中途大学して東映に入ったんで、うん、まあ、僕がまたピッチャーでエースで、うん、なるほど。でその浪商から甲子園行ったんですか。だから1年の夏に行った。行ったんじゃないよ。調べてないで、全然。いや、全然調べてないで。俺いつもこと話す。優勝したのよ。1年の時に ?1 年の夏に。で、その時はどこやったんですか。だからレフトよ。ピッチャー。じゃあ、尾崎さんでしょ、うん、いや、尾崎さんが優勝したのわかるけど。あれ優勝したの、あんま覚えてないじゃん。1年の時に、その時に。うん、尾崎さんが2年生で。あ、そう。で、キャッチャーがロッテに入った、早稲田って言ったからね、うんうん、ロッテって大塚さん、うん、大塚さん、うん、で、セカンドが住友さん、で、サードが大熊で、福本、1番、2番、大熊、阪急の、はい、それでもう俺、みんな、はい、なびしょにいじめる。それと僕、すごいメンバーだった、ね、すごいメンバーだ。あの時の柴田の法政にくもすごかったけども、なびしょもやっぱすごかった。だから、あの頃、甲子園って言ったら、なびしょが、甲子園出たんでしょうかなんて。いや、1年だから、それだって、そう1年の時は尾崎さんしか目立ってない。本当にそう。ね、うん、尾崎柴田の投げ合いみたいなね。そうそう、で俺、子供の時っていうか、中学生ぐらいの時かな、うん、あの、そう、夏の大会ね、見ましたもん。うん、だから、その、まあ、それはそこで優勝して、うん、ほんで、3年から、その時はどこやったんですか。だから、尾崎さんのちょっともう、引退はもう、ピッチャーで。ポトエ入ったから。うん、ピッチャーピッチャーやピッチャーで甲子園行けなかったんですか。行けなかった。その頃もね、あの、うん、今の大阪桐蔭だとかね、履正社、その前にあの PL 学園、あ、 PL が出てきました。ちょうど強くなってきた頃でね、そうね、それ使って決勝で、負けたりね、準決勝、ね、決勝で負けて甲子園に、うん、まあピッチャーとしては私はもう二流だったから。高田さんはまあ勉強もできた、秀才と聞いてるんですけど、うん、いや、そうなんだよ。いやいや、両方できたし、珍しいんだよ。それが、なんで明治へ行ったんですか。なんで明治へ。いや、もうちょっといいとこ行けよと。で、あの頃、ほら、まあ、これ聞きたかったけど、島岡さんでしょ、監督。そう。いやいや、この話は聞きたいんだよ。島岡さんって本当に知ってたら、行かなかったね。うん、逆にただ明治に入りたいというか、というか六大学で、うん、そうそう、あの頃、ね、あの法政も立教も明治も、うん、東大以外はみんな、うん、あの先輩いたんですよ、浪商ね、浪商いた、うん、それで、まあ、声かけてもらったのが関西の大学は多かったけども、うん、まあ、なんとか俺はもう神宮で野球したい、六大学で野球したいというところで、一番初め声かけてくれたのがあの明治さん。なるほど。それでその伝説的に我々も、まあ、俺なんか行った時も島岡さんいたけど、うん、島岡さんとのあれはどうだったんですか。なんかもう前寮で日本と思っていつも選手追っかけ回してたとか、もうめちゃくちゃな話いっぱい聞いてるけど、それ本当なんですか、そういうの。話したって話、本当の話しだしたら5時間ぐらいかかるから。いや、短め短め、みんな本当よ。みんな本当らしいね、これが。そう、ね、日本刀っていうのはね、温帯の部屋にね、あの、だって小刀でもない、大刀でもない、中刀みたいなラブサネスが日本刀置いてあるんですか。それでね、うん、あの、俺思い出すけど、あの、俺3年の秋かな、立教と優勝できるって最後設定、最後に4連敗がしてね、ダメだったね。それでシーズン終わって、その食事会の時に、うん、今回が怒り狂ってるってね。そうなんですよ、負けてから、うん、優勝できるチャンスを逃してるんだけど、そしてマネージャーが飛んできて、ね、うん、いや、あの、その前にみんなお前ら、うん、ローカリーですから上級生になってろってね、うんうん、3、4年生がもう4年生はそれ秋の陸やから終わりで、うん、3年生終わりだね、うん、立ってろって言われてるところへマネージャーが飛んでて、みんな逃げろってね、本当に日本と思ったことあって興奮してね。いやいやいや、それは、ずっと飛んで逃げたよ、みんな。
いや、でもね、日本刀って追っかけ回しの話は聞いてるんですよ。いや、これはね、ほんまなん、あの阪神の先輩、一枝さん、一枝さん、ね、確かにいたんですよ、名城、12時から、セカンド、あ、そうそう、うん、俺は阪神の対応、一枝さんは一級ですか、一枝さんは入れ違い、あ、入れ違い、入れ違いだけど、あの人はね、今の日本、一枝さんは日本刀でもどっかぐらいで、ね、あの人、国は大阪だから、うん、そうそう、ね、旅館の息子、旅館の息子な、なんか、あの、うん、なんだろうな、うん、あの大阪まで逃げて帰った。俺一枝さんってすごいよくしてもらったんですよ。一枝さんがそうだったんですよ。あ、そう。俺はいや日本刀持ってくるからとマネージャーが知らせてくれてて、みんな飛んで逃げた。それは本当ね、明治の話はね、そういう話ばっかり。ほんでそこその時に伝説で聞いてるのは高田さんがひるまなかったらしいね。いや飛んでるよ。悪かったらしいよ結構。いやこんな男前で大人そうな顔してるけど ね結構な悪だったんですよ。あの音体がね、うん、あの俺よくあの殴られてないのは高田ぐらいのもんだけど、本当はあの手を挙げられなかった、殴られなかったのは音体もね、闇雲みんな殴ってるわけじゃん。相手見てんだ。そう、あのね、音体の殴る相手はまず、うん、キャプテンだね、うん、師匠で。よくあるパターンやね、うん、それでその、まあ、主力選手、うん、特にあのプロが注目しそうな良し中心選手がね、それを見せしめにやるわけですね。なんかきっかけを見つけてはあのリーグ戦の気持ちを引き締めるためにね、リーグ戦前の、ね、オープン戦練習試合なんかでミスだったらガーンと。だからほとんど あのプロ入った人はあの制裁鉄拳を食らってるわけ。ただし俺と星野は、星野もない。いや、そうそうそう、そうで星野さんの話を聞こうと思ったんだけど、ということは星野さんは一挙したよね。で、この2人がね、ええ、やっぱり芝岡本体はやっぱりビビってたらしいよ。星野だったら確かにね、本当にビビってたんじゃないの、うん、手出したらこの野郎また俺に向かってくるじゃないの、いや、この人こんな顔してるとやりそうだからさ。俺はそうじゃなかった、ね、島岡の本体がもうこの2人はね、うん、絶対あの来なかったと。それ聞いてた、うん、星野も無事そうや。見てんすね、島岡さんもね。これ危ないな、うっかりやると危ないなって。高田さんそんなイメージない。いや、俺は知ってたよ。このちゃんも嘘つけたら道口に行くよ。俺は知ってんだから、そういうの昔から。江本さんも明治来てて音体の下でやったら音体のはやられてる。やられた一発で逃げて帰ってる。背が高いからね。いや、音体飛び上がっても届かないから。明治のね、それはもう伝説だね。みんな知ってる人もいるけどね、最近もあんまり知らないじゃないですか、最近のやつは。今はもうね、あのすごくいい雰囲気よ。で、星野さんが分かりますよ、なんとなくね。問題分かれろ、うん、高田さんはさ、俺は多分もったい、まあ、これ手挙げたらちょっとかわいそうやなと思ったんですよ。いや、なんとね、なんか仕返し、なんかどうすかなんか持っていて、どうすかなもう仕返しちゃうかみたいな顔しとかっちゃいますからな、島岡さんに。いや、だからそういう時代だったんですよ。鍛えられ方が違うわけ。違いますね、そりゃ。そうね、明治の連中は法政と勝負する前に音体と勝負せんないからね。だからあの生半可な気持ちではなかなかいい結果は出せない、明治は。特にあの3、4年ではね、成績落ちるのよ、うん、やっぱりあの音体は1、2年生は同じミスしても三振しても叱らないけど、うん、やっぱり3、4年にはきつく当たるからね。だからどうしても成績落ちるんで、それに負けないやっぱりこう強い気持ちがないとね、あの明治ではダメでね。いや、島岡さんは、高田さんが入った時は島岡さんまだもう何年目ぐらいだったんですか。だからね、今俺もね、あの、わかったけど、大体年で言えばね、うん、52歳ぐらい。あ、元気なで、一番元気なって。元気な、これバンバン行く年代だよね。そう、だから52歳だからね。いや、さっき出たその住友さんとかね、うん、大隈さんとか、うん、まあ、俺も阪急時代よく対戦したじゃないですか、うん、もう顔見ただけで分かったもんね。怖かった。波翔の顔してたけど、波翔明治だよ。もう一人忘れた、ハリムさんも。いや、そのハリさんの後で話しようと思ったんだけど、これ取っとかないからね、これね、波翔の話はね、もうめちゃくちゃおもろいんだよ。ほんで、その、まあ、その行く前に、ハリさんに行く前に、星野さんがいるじゃないですか。星野さんとはどうだったんですか。星野と普通は、ね、一級違いでしょ。大学はね、俺、うん、あの明治は二人部屋だったんだよ。ああ、二人部屋で普通はね、うん、あの大部屋もあったけども、普通はみんな二人部屋で、1年生と3年生、うん、2年生と4年生で、まあ、部屋後みたいな感じ。なるほど。
俺4年の時、星野3年生と俺の部屋子なの。初めてなの。星野上級生、もう3年生は上級生だからね。3年生上級生なのに、俺のだから布団を上げ下ろししたり、掃除したり、みんなそうですか。部屋の掃除はね。スパイクミューズもやったんですよ。いや、それはないけども。うん、あ、そうですか。それはあれだ。だから、じゃあ星野さん、じゃあ一応あの付き人みたいなことやったんですか。うん、俺らの時は付き人みたいになかったし、本当はもう、うん、本当にそういうので使用で下級生を使うのが厳しかったです。まあそれでもやっぱり部屋でね、1年と上級生下級生一緒にしてっていうのが、ちょっと星野の時だけに、もう今までの分からん。だからなんで本当に星野、俺の、まあ、いや、なんかどっかつながるものがあったと思うんですよ。で、高田さんはでも4年の時はキャプテンだったじゃん。ね、うん、で、キャプテンを継いだのは、次が星野さん。あ、というのはね、4年生が、卒業する4年生がね、音体に次のキャプテンは誰々にしたいと思いますけどっていう、あの一応示し宣言して、うん、で、音体がそれで良かったんで、うん、今度はそれで、ね、あ、なるほど。4年、卒業する4年生が決めてさあ、どう、一般の人はあんまり知らないかもしれないけど、キャプテンって10番つけるんですよね、うん、10番6代は10番だから10番、10番来るわけ、うん、